岩手県立森岡北高等学校は岩手県滝沢市にある県立の高等学校。略称は北高、聖北。森岡北高校の設立まで森岡地域には普通科高校が少なかった。高校入学難を緩和するものとして1973年12月設立が決まり、わずか4ヶ月でスピード開校した。開校がいかに急であったかを示す逸話として、 開校当時の森岡北高校で使われた公文書等には、まだ同校のロゴ入りの書類用紙等が印刷できていなかったため、他校のロゴが入った公文書が使われていたエピソードが残っている。森岡高域5校目の全日制普通科高校のため、当初は森岡第5高校となる予定だったところ、校名に数字を関すると暗黙に学力レベルが決まる懸念があったため、 北高とされたと言われる。略称は北高北高、正北森北。呼び名の違いは、花巻北高、黒沢尻北高などを、県内に複数存在する北高との区別のため。指定和塾からそれ教育は建国の基礎にして、指定の和塾は、育英の大元なり、なる夏目漱石ことの引用である。同行進度状況を参照。福田隆氏によるデザインで、 カシオペア座の形を図案化したもの。作詞は谷川俊太郎。作曲は湯浅浄二による。なお、作詞者の谷川は2004年の創立30周年記念式典に出席し、生徒との死の交流を行った。ありがとうございます。